大きな音もしたし、滑って転んだのかと思って。したのよ。聞かない方がいいよ。その子が来たのは初めてだった。塩ある？クッキングソルトみたいなのしかないよ。いいよ、それで。ねえ、教えてよ。どうしたの？引っ越すなら教える。もともとよく考えれば妙なことはあったんですよね。お化けとか見たことある？ああ、全然ないです。シャンプーとかそういうもの、ガタンって音がするから。あとは玄関に並べておいた靴がぐしゃぐしゃになっていたり。なんだろう。泥棒とかね、そういうのだったら困るけど。一度だけユニットから子供のおもちゃの音がした。夜中にふっと目が覚めたらガランガランって、あ、ほら、赤ちゃんが手に握って振るやつ、あの音。本当に一度だけ？多分。
なんかそんな風に言われたから敏感になっちゃったのかもしれない。パシパシっていうのは結構鳴ってるのね。今まではテレビの音とかで聞こえなかったんじゃないかな。結構慣れてたから、ああまたかっていう感じで。ちょうどいいや。だってどっちにしろ目つむってるわけでしょ。風呂なんて狭いからそんなに暗くても困らないし、暗い中でじっとしてたって時間の無駄だし。それに見たいテレビがあったから早く済ませちゃおうと思ってたの。なんかちょっと怖くなった。誰かいる。すぐに解約しました。違約金は取られませんでしたね。敷金も返ってきたし、分かっていたんでしょうね、不動産屋も。足掴まれたんよ。排水溝から小さな手が伸びてきてな。